山田晴道、1958年、昭和33年大和、日本の地理学者、東京大学理学博士、1989年、松商学園短期大学商学科助教授、東京経済大学コミュニケーション学部助教授、教授を歴任。社会経済地理学、地域メディア論を専門とし、ポピュラー音楽でも研究実績がある。ウィキペディア日本語版での活動でも知られる。東京経済大学教職員組合執行委員、同委員長、東京地区私立大学教職員、組合連合中央執行委員、国分自治区労働組合協議会事務局次長、日本私立大学教職員、組合連合中央執行委員、独立行政法人大学入試センター教科科目、第一委員会委員、地理、文部科学省教科用図書検定調査審議会、専門委員、音楽、ウィキペディア日本語版の管理者なども務めた。福岡県福岡市にて生まれた。1977年、昭和52年に栄光学園高等学校を卒業した。東京大学教養学部門科2類に入学。1981年、昭和56年に東京大学教養学部教養学科を卒業。東京大学大学院理学系研究科修士課程に入学。1983年、昭和58年に修士課程を修了。東京大学大学院博士課程へ進学。1986年、昭和61年に博士課程単位取得退学。なお、1989年、平成元年、東京大学より理学博士の学位を取得。松商学園短期大学講師就任。1990年に同短期大学助教授。1995年、平成7年より東京経済大学コミュニケーション学部助教授に就任。2006年、平成18年4月より同大学教授となった。2001年、平成13年には、オーストラリアのマッコーリー大学現代音楽研究センター客員研究員。2004年、平成16年4月から2006年、平成18年3月には、独立行政法人大学入試センター教科科、第一委員会委員、地理。2005年、平成17年4月から2008年、平成20年3月には、文部科学省教科用図書検定調査審議会、専門委員、音楽も務めている。また、東京経済大学教職員組合では、執行委員、教研部長を経て、執行委員長に就任し、東京地区私立大学教職員組合連合にて、中央執行委員などを歴任した。2014年11月には、日本私立大学教職員組合連合の中央、執行委員に就任した。なお、国分自治区労働組合協議会においては、2011年から事務局の次長を務めていた。科研費研究では、グローバリゼーションと EU 統合への文化的対応に関する EU 主要都市比較研究や、地域調査士の創設と地理学の社会貢献に関する広報強化を目指した企画調査といったテーマで研究分担者を務め、2011年から3年間の観光資源としてのポピュラー音楽に関する実証的研究は研究代表者として採択された。2010年頃にはポピュラー音楽に見るローカルアイデンティティの日米比較研究やデジタル時代の情報生成、流通、活用に関する地理学的研究でも分担者を務めている。長く伸ばしたヒゲがトレードマークである。早稲田塾の対談企画に応じた際、インタビュアーから、いかにも、巨漢の異常夫で、丸々とした顔に、立派な髭を蓄えていると評された。山田は、東京経済大学のドメイン内に、自身の研究室独自のサーバを設け、公式ウェブサイトを開設している。多数のページで構成され、掲載情報も多岐にわたるが、自身について不利な情報も削除せず掲載しているため、決してプラス評価でないものまで余すところなく開示しているとされている。ただ、掲載されている内容そのものについては、早稲田塾からといっても中身のほとんどは山田先生の個人ページであると評されている。なお、山田は平和安全法制については反対の立場であり、本無効の有志の声明に署名をしている。研究分野は、英国の地方都市やメディア論、大衆文化論、ポピュラー音楽など、学会発表では、他の研究者を名指しで批判することがあり、1984年には地理学者の竹内圭一の論文を雑文と評しために、竹内本人から反論されたり、水岡藤雄について、水岡藤雄名誉教授への公開質問、あるいは、狸の正体と題した発表を行っている。竹内とは前日のやりとりから話をするようになり、大きな影響を受けたという。社会経済地理学を専攻としているのも、竹内の影響によるものである。竹内の没後、山田は自分の専攻を社会経済地理学と勘違い気味に自称するようになったのも、私縮していた竹内先生を真似てであったと述べている。ただ、竹内の門下に入ったというわけではない。この点については、山田も、私は最後まで竹内先生の弟子にはなれなかったと述べている。父の教育方針もあり、山田はクラシック音楽を幼少期より聴いて育つ。山田は音楽に関する講義もする一方で、ポピュラー音楽に関する学術論文も執筆したり、マスメディアから取材を受けたりしている。バートン・クレーンの CD が復刻販売されたことについて、自身がクレーンについての論文を発表したことがきっかけであると主張している。往年の洋楽スターや名曲が日本において支持されている背景について、音楽の流行には循環性があるとした上で、1980年代後半になると日本勢にも実力派が現れ音楽シーンに変化が生じ、また80年代にはヘッドホンカセットが普及し、一人で聴く習慣が広がった影響もあり、1990年代の洋楽はインパクトが薄いという印象が生じているため、それ以前のアーティストや曲が輝き続けていると分析している。一方、10年、20年後にブームになるような洋楽アーティストはいるだろうかとも述べている。J-POP の紋切り型歌詞への批判について、むしろ多くの人に支持されるフレーズだからこそ、繰り返し使われてきたとした上で、紋切り型が増えたように感じるのは、ネット利用の広がりで、紋切り型に対する批判が以前より可視化されやすくなったからではないかと述べている。インターネットの書き込みは実名で行っており、ウィキペディア日本語版でも同様である。2010年のウィキメディアカンファレンスジャパンでは、ウィキペディアを編集する学術経験者として招待講演を行った。2011年12月から管理者を務めた。ウィキペディアに関しては、ウィキペディアは本質的に演説台であり、独自の考えを発表する場であり、戦場であり、無法地帯であるため、新規参加者をいじめ、礼儀を忘れ、多重アカウントを駆使し、議論を混乱させ、自説を言い続け、時間をかけて、大量のコメントを書き続けた者が該当の記事を支配することがあると指摘し、ウィキペディアのいわゆる、独自研究に励むべき専門の研究者、学者は、定説を書くことを求められるウィキペディアとは相性が悪いとの見解を示している。山田は、中日新聞において、1992年の長野県知事選に関連して、県内の南北格差について、物差しの当て方ががたしく、感情論になりやすいとした上で、それを割り引いても逸話が引き金になって格差が、広がるのではないかという考えが出てくるのは当然だと述べた。そして住民にとっては国の直轄事業だろうが、県単事業だろうが、民間の事業だろうが、地域に何を整備してもらえるのかが問題なのであり、目に見える形で集中的に整備することが肝要であると主張していた。また、長野県の県政への提言として、新規事業に取り組むよりも、ここ10年ほどに手をつけた事業を見直すことが必要とし、ネガティブな意味ではなく、積極的にそれらの事業を再活性化させる発想も必要だろうとも述べている。加えて1993年開催の松本城400年祭りについて、山田は自然を見せるノリがあったのは良かったが、全体的には映像偏重で過去の博覧会とあまり変わり映えはしなかったとコメントしている。2006年には産経新聞において投資用ワンルームマンションの業者による悪質な勧誘の問題に関連して公務員や教員は金融機関の融資可能残高が多いため勧誘の対象になりやすいとコメントしている。なお山田は業者からの勧誘電話に関する情報を自身のウェブサイトにて公開しているという。2008年には新潟県の10日、町地域で5つの地域市が存在することに関連して山間部や盆地では外部からの情報が入りにくかったために地域紙が強い影響力を持つケースが多いと朝日新聞で面とした。以下は地域のコミュニケーション研究室山田晴道経歴教歴所属団体2018年1月16日閲覧で確認分担執筆翻訳に関連した解説、機関リポジトリや J ステージで閲覧できるものを掲載。地理学、地域メディア、音楽関連、その他、地理学、地域メディア、音楽関連、その他、音楽。その他、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。